はいでは、最後の動画になりますね。本日送る最後の動画3つ目は、あともう1つのリンクをお送りしますので、こちらの方はね、ガチャンコせずに完全非公開でお願いします。しばらくしたらこの動画削除すると思います。えー、とかなりね、匿名性の高い動画になっております。うん、まあ、お知らせして何かダメージがあるってことではないんですけども、これはね、あんまりね、自慢げに、えー、一般公開して語ることでもないと思いますんで、ちょっとね、 えー、吉田さんがこっそり見るだけにしといてください。えー、それから、そっか時の熟成さんにもお見せしておりますんで、一般公開する予定はございません。はい。それではね、何の動画かあ見ることができない方のためにお話し,します、えー。私はね、3年前からこれを準備をしていて、1年半前からあ顧問の税理士さんとか、弁護士さんとか、社労士さんと打ち合わせをしていて、不労所得を完成させるための会社をずっと進めていました。それが今回 法人が強化りてですねでついに指導することになりましたこの会社ってのはあの誰も働きません AI の仕組みが動くだけです IT の仕組みが動くだけです人は誰もいないです人間以上に無感情な論理だけがカチャ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 動いて毎月毎月会社にですね入金をもたらします人間が出るのはその入金に対して、えー、会計、えー、計算をする時で企業何 企業会計をする時だけです。だから、シャラロスさんとかが、ゼリ士さんとかが必要なんですけどね。でも、私もそうですけども、誰も働きません。生身の人間誰も働きません。で、収入の柱っての四4つあります。1つが YouTube ですね。匿名の YouTube がお金をそこに運んでくれます。2つ目が、ネットワークビジネスのおネットワーク収入がそこに入ります。3つ目が、アフィリエイトですね。私はほとんどアフィリエイトを辞めてますって言ってましたけども、ほとんどのうちのやってるところがここに入ってます。で、4つ目、銀行金利です。 有利な銀行金利をこの3つの柱から集めたお金を銀行に一応借金させて銀行からの利息を還流させているって形ですよねこれによって4本の柱によってこの会社っていうのはずっと収益を放り込んでくれるんですよねもう人が必要なくなったとで今度ねインボイス制っていうのが始まります、えー、税金消費税をどんな小さな事業者でも払わなければその企業が発行した領収書が経費として認められませんよっていう制度ですよね 経費としして認められないい領収書を欲しがる取引先はいませんよねでも私が作ったこの会社に対しては、えー、この領収書を発行することがないんで取引先が必要ないんですよだからインボイス税も全然 OK と消費税は免税事業者のままで全然 OK という形になりますこんなね法人があー40歳の時にマージャンしかしなかった私にも46歳には作れていけるんですよでこの構想は3年前です3年前によう挑んで始めてそのために それぞれぞの私は力とかをつけていきましたで単体での力に依存したわけじゃなくてこれを組み合わせて、えー、このね新しい会社あこの仕組みができないかなと思って進めてきたんですけども1年半か,かかってできたということなんですよね、うんはい、そんな感じでね世の中は人間がいらなくなってきたと特にお金稼ぎに関しましては人間は必要なくなったってことなんですよ、うん、で私のこの会社、うん、この会社があればこっちに時給800円とか900円の人はいるじゃないですか いいらないんですよ時給800円900円の人いらないとこっちの方が信用できるんですよでポカ休みもないですし上司に反抗することもないですしで永遠の生命を持ってますよねこのプログラムって人間っていうのはすぐに死んでしまいますし定年っていうのがありますんで限界が来ますけども健康状態もありますけどねで IT とかプログラムに行くっていうのは基本的に無限に生きてくれるんですよ特に私が使っているものってのは私もパソコンじゃなくて Google とかね Apple とか YouTube みたいなものに え依存してますんでそこが新しいシステムとかねクラウドシステムをどん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 再構築してくれるんで私はね経費すらくかかんないわけですよまあそういった形のものができたということでございました、えー、今回は以上ですだからもう一個の動画の方はね非公開でお願いしますそれでは失礼します